皆さんこんにちは、しほです。今日はずっとねリクエストいただいていて、もうなんか撮るの遅すぎてもう臨月になってしまったんですが、妊娠中のお話をさせてもらおうかなと思います。妊娠今回は初期の話で、中期後期もいろいろねメモしてあったりとか日記に残してあるので、それもねまたおいおい、動画を撮ってお話できたらいいなと思っています。で今回の動画に関しては、まるまる動画妊娠のことに関わる内容になりますので、この先ね見るか見ないかは自己責任でお願いいたします。それではスタート。はい、ということで、すごくリクエストをいただいていたし、何を話したらいいかなとか、どうしたらいいかなってすごい悩みすぎてしまって、ここまで遅くなってしまいました。すいません。私もどこまで喋ろうとか夫とねいろいろ話していて、私がね撮ろうと思った理由の一つに、いや自分も妊娠中にこういう動画を何度も何度も見たからです。で、こういう人もいるんだとか、あこういうパターンもあるんだ、私この人と似てるとか、多分いろんなパターンがあって、この人とは違うなって思うこともあるかもしれないけど、一つの参考資料みたいな感じで見ていただけたらいいなと思っています。前置きが長くなっちゃったんですが、ちょっとリラックスした状態で、母子手帳と携帯に残してあるメモだったり日記を見ながら皆さんにねお話できたらいいなと思っています。でまず妊娠初期の話をする前に、妊活してましたかっていう、コメントだったり DM、 それからずっとねいただいていたし、前ね質問コーナーの時に妊活してますかっていうのをいただいていて、その時にもちょっとちらっと答えてはたんですけど、結婚式を去年ねやろうと思っていたので、その時のちょっとの間は妊活をやめていた時期も少しあるんですが、それ以外は結婚してから2年半ぐらいになるんですけど、基本的にその何ていうの、赤ちゃんがねいつ来てもいいような状態にはしていました。いたんですが、なかなかこう授かることができなくて、不妊治療をするっていう決断を昨年末ぐらいにして、今年に入ってからいろいろこうやってみようかなというか、その病院にちゃんと通ってみようかなと思っていたところでした。私の妊娠が分かったのが、日記を見たら3月の8日で、その2日後、3月10日に自分の家の近くの婦人科に予約をしていて、なかなか子供を授かれない、どうしたらいいんだろうっていう相談をしに行こうと思っていました。で、もともと私生理痛とかひどくて、過去になんですが大学病院に通っていた時もあって、卵巣がねすごい腫れやすいみたいで、まあそういうのもあって妊娠しづらかったのかなとは思うんですが、ちょっとここら辺の話はどうやって話していいか分かんなかったので、ちょっと夫とも話して、まあ妊活してたことは事実だからそれを話していいんじゃないということで話させてもらいました。私が妊娠が分かったのが4週と5日でした。で、なんでここで検査薬をやったかっていうと、多分ね4週で分かってるって結構早い方だと思うんですが、その1週間前に私矯正歯科に行ったんですけど、その矯正歯科に行く途中の車の中でめちゃくちゃ気持ち悪くなって、でその時に、あ今日歯医者行けないかもみたいなぐらい気持ち悪くなって、なんかその時にちょっと妊娠がよぎったんですよね。でそれから数日間頭が痛かったり、あとはね眠気がすごかったり、コスメの勉強会に私参加してて、その時にもうね眠たすぎて1日ね勉強会参加したんですが、その勉強会なのにもう本当に寝そうになるぐらいずっとずっととにかく眠くて、いやちょっとなんかさすがにこれおかしいぐらい眠いし、おかしい、なんか気持ちも悪いし、おかしいなみたいな感じになって、病院にも行く予定だったので検査薬はするつもりなかったんですけど、さすがにやってみようと思ってやってみたら陽性反応が出たのが4週と5日です。多分私は結構フライング気味なのかな、早い方かも知れないです。でその2日後にちょうど病院を予約してあって行ったら、あらあなた妊娠したのねみたいな感じになり、そこで、赤ちゃんのね卵をチェックすることができて、まだそこでは心拍は確認できて
いませんでしたね。心拍確認ができたのが7週ぴったりの時に、私はちょうど病院に行って心拍確認できました。それまでの間って本当にドキドキしたし、もうどうなっちゃうんだろうってぐらい毎日毎日気になって気になってしょうがなくて、なんかそわそわしてた記憶があります。心拍は7週なんですけど、つわりはもう私は6週ぐらいから始まっていて、食べづわり、頭痛とたまに吐きづわりっていう感じで、とにかく辛かった、しんどかったっていうのが、思い出ですね。今はもう結構忘れちゃってるんですが、この間ふとなんか、ね、曲名言っちゃうとその曲嫌いになっちゃいそうなんであれなんですけど、そのつわりの時期によくテレビとかで流れていた音楽とか、その時に流行っていた曲とかがあって、その曲をなんかたまたまなんか耳にした時に、つわりの時のことを思い出してすっごく気持ち悪くなって、なんかフラッシュバックというかなので、それぐらい辛かったししんどかった時期ではあるんですが、こういうね YouTube でなんかこうやって乗り越えましょうとか、こうやってこれ食べれるよとか、これ食べるともしかしたら少し楽になるかもっていう情報を見て、すごい心の支えになったし、私のところにも実際に今つわりでね辛い時期をね過ごしてる人だったり、妊娠したんだけどつわりが怖いですとかたくさんいただいていて、ちょっと私なりの方法とかを話せたらいいなと思っています。で、私は先ほど言ったように食べづわりと頭痛とたまに吐きづわりっていう感じで、私は嘔吐恐怖症なので気持ち悪くてたまには吐いちゃってたんですが、基本的に吐くのを我慢して飲み込んでいました。なので一回ここら辺まで来るけど戻すみたいな感じだったので、もう常にここら辺がもうムカムカ気持ち悪い状態 で何か口に入れてないと本当に辛かったので、寝る時はベッドの横に必ず食べ物置いといて、朝起きたらすぐ食べれるようにしていたりとかしてました。はい。で、私がつわり中に食べてたものなんですが、なんか最初はすっごい何でも食べれてとにかく食べまくってていたんですが、だん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 食べれるものが限られてきて、朝はリンゴとか、あとねおかゆ、冷たいうどん、冷たいもうキンキンに冷えたあったかいはなんか湯気とかがダメで、匂いもダメなものもあって食べれないものとか、あと冷蔵庫の匂いとかもあんまりでしたね。でよく言う炊飯器の炊けた匂いっていうのは嫌だなとは思わなかったけど、湯気はあんまり好きじゃなかったので嫌だったので、なんかお風呂も結構しんどくて、お風呂ももうファッて終わるって感じでした。でちょっと話があっちゃこっちゃしちゃうんですけど、あと食べれたものはスティックパン、なんかスティックのあのパンが意外といけたのと、あとウイダーとか、ずっとね飴を舐めていましたね。私は口の中に何かが入っていれば少し落ち着くので、のど飴、このやつ、こののど飴ずっと舐めていたし、カバンの中、ちょっと仕事で外出なきゃいけない時は絶対それを入れていました。あとは基本スナックパンめっちゃ食べてたな。とにかくもう食べれるものを毎日探してその中で食べていたなっていう感じ。私はもうとにかくあんまりこう濃いものとか、濃いもの、脂っこいものとか全部ダメで、もうさっぱりあっさりじゃなきゃダメだったので、かなり体重も増えてなかったし、ろくなもん食べてなかったなと思います。でなんかちょっとつわりの時の記録みたいな感じの動画を1本撮ってあって、ちょっと公開するかすごい悩んでたんですけど、結構私が食べてたものとかちょっと参考になるかもしれないっていう情報がいろいろ喋っていた動画があるので、また別でちょっとその動画は公開したいなと思っています。なんか自分よりもっと辛い人がいるから頑張んなきゃとかいろいろ思った時もあったんですけど、もう自分が辛かったら辛いし、なんか他人と比べるものじゃないなってすごい途中で思ってきたし、動画の中でもねそうやって言っていらっしゃる方がいて、そうだよなと思って、もう自分が辛かったら辛いし、ましてやそのつわりの辛さを誰にもね言えない時期、まだ安定期にも入ってないし、言ったことで悲しむ人がね増えちゃうのもあれなので言えない時期だから、精神的にも落ち込むし肉体的にもしんどくてすごい辛い時期だと思うんですが、私の場合は母にはねもう妊娠したことは言っていたので、もう生きてればいいよってずっと言われ続けて生活してました。で食べ物とかは本
当にろくなもん食べてなくて、食べたいものをただひたすら食べるって感じで生活してたし、病院の先生ももうそれでいいですって言ってたので、もうこれ食べなきゃ、この栄養取らなきゃとかはあんま無理に思わず、まあ、唯一私がやってたのはサプリメントだけは毎日ちゃんと飲む、もうそれだけはちゃんと飲んで、食べれるもの毎日変わるんですが、その食べれるものを食べる、それだけでいいと思います。なのでとにかく無理しなくていいのと、他人と比べないこと、あとは生きてさえいれば、あの人間の体に蓄えた分はあるし、それが赤ちゃんに行くので大丈夫です。あんまりこうそこも神経質になっちゃうと本当に病んじゃうから、私も精神的にもすごく落ちちゃった時期もあったので、なんかそれを思うと心も体ももう自分に甘々でもいいのかなと思います。であとはつわりがあるから育ってるんだって思うようにして、そのプラスに切り替えるように心がけてはいました。今はねこうやって言えるけど、まあ正直その時そこまで思えたかっていうと思えてないけど、そうやって考えたら気持ちがねすごい楽になるんじゃないかなと思います。トラブル系だと赤ちゃんの体重がそんなにこうぐん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 増えていかなくて、で割と小さめってずっと言われていました。で今ね臨月になった今だから言えるんですが、今は平均ぴったりぐらいだし、中からはもうずっと平均値ぐらいで全然小さくなかったので、多分ね小さいとかあんまり成長がとか途中で言われることもあるかもしれないんですけど、もう全然気にしないで生活してほしいなって思います。安定期に入るまではほぼほぼあんまり体重も変わってなくて、1ヶ月に1キロ増えるか増えないかぐらいしかずっと増えてなくて、自分の体重もあんまり増えてなかったので、あしっかり食べなきゃなとは思ってたんですが、そこからも食べれるようになってからは自然とね増えていったので、初期は特にね精神的にも辛いし、つわりもあったりとかいろいろね不安な要素がたくさんあると思うんですけど、悩まないでね欲しいなと思います。ご報告の動画でも話したんですけど、ちょっと曽祖母が亡くなったりとか、もう本当にいろいろありすぎて、もうめちゃくちゃメンタル崩壊したし、夫にもすごい当たってしまった時があって、なんか今思えばなんであそこまでああなっちゃったんだろうって思うけど、それぐらいホルモンバランスとか体の中のいろんなものが変化する時期なので、無理はしないで自分をね大切にしてほしいと思います。つわり中の矯正なんですけど、私今歯列矯正していて、今もまだ東京の歯医者に行ってたので東京に行けてなくて、まだねアタッチメントとかついたままなんですが、つわりの時はもう歯磨きとかスキンケアとかもうそういうのもやる気起きなくて、もう全然できないし、スキンケアに至っては匂いがもう全部ダメになってしまったので、匂いのないものをとりあえず使ってました。であとオールインワンとかこうスプレータイプのものとか、もうすぐ終わるスキンケアとかを使っていたなと思います。なので本当に今まで使っていたスキンケアがちょっと嫌いになっちゃったのもあって、無香料のものがやっぱいいなって思うようになりましたね。その時期は特に矯正も歯磨きとかマウスピースが口にあることが嫌だったので、一時的にちょっと戻ってしまった、もう仕方ないんですけど戻ってしまったのはありました。であと妊娠初期に買ったものといったら、そんなにね私ねあんまり買い揃えるのが中期後期になってからだったのであんまり買ってないんですが、母子手帳と心音を聞くエンジェルサウンズってやつをね使って、毎日夫とねこう心音をね聞いて赤ちゃんが元気かなっていうのは確認していましたね。胎動があるようになってからエンジェルサウンズあんまり使わなくなってしまったんですが、初期はすごい不安なことも多いし、買ってね毎日ねこう心音を聞いて過ごしていました。でつわり自体が私は終わったなって思ったのが、終わったなっていう感じはなくて、だんだんこう少しずつ食べれるものが増えてったりしたなっていうのがあったのが、14週に入った時に、あそろそろいいかもって思って、なんか食べれるじゃんと思ってわーって食べちゃった時があったんですね。そしたらその反動でまた戻してしまって、でそこからまた吐きづわりが続いてしまって、もうすごい落ち込んだ記憶があるので、あんまりガーって食べ過ぎない方がいいなって
思いました。で、私が完全に良くなったなっていうのはやっぱり安定期に入るちょっと前、16週から17週あたりからやっと少しずつ楽になったなって思うので、まあね、その生まれるまでっていう方もいると思うんですけど、一応そこら辺には終わると信じてかなと思ってます。私は多分割と始まりが早かったので、つわり期間まあ約2ヶ月ぐらいあったので、ちょっとこの動画が少しでも励みになったりしたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回は妊娠の初期の話を少しさせてもらいました。とんでもなく喋っていると思うのでめっちゃ長いかもしれないんですが、ちょっと自分の中の記録として残しておけたらいいなと思っています。今妊娠されている方、もしもね動画を見ていらっしゃったら、お体ね大切にしてあげてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。